はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。えー、今日は「やっぱりダメ,モンダメマンションを買ってはいけない」というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、えー、っとこの本は2013年に、えー、発売されている本になります。 なので、えーと、東日本大震災よりは後に書かれてる本になりますが、えーまああのー、最近自分でもですねこのマンションであったりとか、まあ、一戸建ての、まあ、購入のタイミングとかその方法について、まあ、ちょっと将来を見据えて勉強してるんですけども。 えー、まあ近所で見かけたので買った本です。で内容としてはですね、あのー、先に言ってしまうとまあ非常にあのバランスのといた本だったなというふうに思います。で理由としては、えー、まあ複数の観点から、えー、この。 まあ説明といいうか注意がなされていてでこの本はえと現役三井不動産グループの社員が書いたということなんですけれどもまずそのこのマンションまあダメマンションというものの定義つまりマンションのえまあ構造的また立地的なえまあ注意点とかまあえまあ見極めるポイントみたいなものも当然書いてありますしまあそれ以外にも例えばそのディベロッパーであったりゼネコンの都合つまりまあビジネス的な 都合でどういったマンションが建てられて売られていくかということにも言及がなされてますしまたそれを売っている営業マンがどういう心境で売っているかまたその心理を利用するとどういう状況でいい物件が手に入ったり悪い物件が手に入ってしまうかとでまたそのほかにもですねその購入時のローンの組み方であったりとかまあそのローンの組み方に対してまあ 営業マンやディベロッパーがまあどういう働きかけをしてきているかとかまあ,あのかなり色々な角度から説明がなされている本だなというふうに思いましたで、えー、とーまあ、今ちょっとふわっとした説明をしたんですけれども中身としてですね非常にあの自分で勉強になる内容が多かったんでちょっとこれっていう、えー、説明はなかなかできないんですけれども、えー、まああのかなりこういう現場に近い人が、まあ、率直に、えーまあ、注意点であったりとか 主に注意点ですね。どちらかというとおすすめとかこういう風にすればうまく買えるよというよりはこういう買い方をしてはいけないということがメインで書かれてるんですけれどもそういったことをしっかり理解してから自分の不動産購入特にマンションの購入に踏み切るといい買い物ができるんじゃないかとそういった判断の助けになる本かなというふうに思います。以前もですね、マンン、ショ は10年で住み替えなさいかな」っていうタイトルの本をまあレビューしたんですけれどもまあやっぱりあのこういった大きな買い物する前にはこういったまあマンションであったりまあ不動産であったりまあ一戸建てであったりっていうまあそのおのの不動産の特性であったりまあそれを取り巻くビジネスの環境であったり営業マンや自分自身の心境っていうものについてまあ少し勉強してから。 購入の検討を始めるのがまあ賢いのかなということをまあこの本を読んでも感じました。でまあ,あの今すぐにどうっていうわけじゃないんですけど、まあ、自分ももう少し勉強してまあ最低でもまあ10冊ぐらいは本を読んでから買った方が多分自分の見通しは開けるのかなというのをまあこの手の本を読んで今感じています、はい。ちょっとふわっとしますが今日は以上です。